見事初ポールからの優勝となりました。カーナンバー7番トリプル A モータースポーツ田崎修馬選手、おめでとうございます。続きまして第2位です。カーナンバー18番ティームエマティ中井優斗選手、おめでとうございます。第3位はカーナンバー15番トリプル A モータースポーツ井上瑞希選手、おめでとうございます。3選手にはまず横浜のウィナーズキャップが贈られます。続きましてシャンパンファイトです。第3位井上選手、トップ2のドライバーに握手を求めに行きました。それではシャンパンをお受け取りいただきまして、はい、思いっきり振ってください。シャンパンファイト、はい、おめでとうございます。綺麗に前に飛ぶシャンパンファイトでした。それでは続きまして青少のトロフィーです。3選手にはトロフィーが贈られます。はい、おめでとうございます。田崎選手、ちょっと重そうに一番大きなトロフィーを持ちました。はい、続きまして賞金の授与でございます。プレゼンターは引き続き松戸代表でございます。はい、見事優勝田崎選手には賞金3万円が贈られます。それではお話を伺ってまいりましょう。はい、見事優勝田崎選手、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいガッツポーズだったね。大バトルでしたが、いかがでしたか？いや、最初ちょっと大丈夫かなって思ってたけど、絶対いけるなって思いながら走ってました。たくさん練習した。はい、この初ポールからの優勝はいかがですか？めっちゃ嬉しいです。また明日があるよ。明日も絶対優勝するので、よろしくお願いします。はい、頑張りました田崎修馬選手、おめでとうございました。続きまして1位1位ときて首位陥落という感じですが、中井選手いかがでした？今回悔しかったです。どのバトルが一番印象に残ってますか？塩田選手とのバトルが。全然納得いかない顔してますが、明日はどうしましょう？絶対勝ちます、はい、強い目で絶対勝ちますと言ってくれました中井優斗選手、おめでとうございました。そして第3位繰り上がりではありますが、さっきまでちょっと泣いてました。はい、第3位です。いかがでしたでしょうか？井上選手、悔しいです。前のバトルに追いつきたかったね。はい、でも一生懸命走ったんでしょ？はい、明日に向けて、じゃあ今日のビデオ見ながらまた頑張ろうか。はい、一言、明日はいいレースをします。第3位の上選手でした。おめでとうございました。それでは記念撮影を行います。はい、それでは改めてご紹介いたしましょう。見事優勝田崎修馬選手、第2位中井優斗選手、第3位井上瑞希選手にもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。